ローラ、アストンマーティン B09-60 とは、ルマン24時間耐久レースへの参戦を目的に、開発された耐久レース専用の、クローズドボディプロトタイプレーシングカーである。また、ローラ、アストンマーティン DBR1 から2、ローラ、アストンマーティン LMP1 と呼称されることもある。2009年グッドウッドフェスティバルにて、車体は、 プロドライブの協力のもとイングランドのローラが製作したアストンマーティンの名を冠したプロトタイプレーシングカーとしてはアムール1以来19年ぶりの登場往年のフォード GT40 を思わせるガルフオイルカラーで注目を集めた B09-60 は2008年にアストンマーティンレーシングによって使用されたローラ B08-60 マシンの進化系以前と同じように アストン・マーティン DBR-9GT1 カーの同じ 6.0LV12 エンジンを使用するが、生産者ベースのエンジンを使用することにより、より大きなエアリストリクターになり、50HP の出力増加になる。この V12 エンジンは、プロトタイプレーシングエンジンよりも少し重く、高く、長い。標準のローラ製ギアボックスは、パドルシフトで操作される。 よりコンパクトなエクストラック製6速に置き換えられた。この車の珍しい機能は、2つのファンを介して、ブレーキに空気を送り、ボディのブレーキダクトをなくしている。2009年にデビューし、同年のルマン24時間レースに参戦。プジョー908や、アウディアール 15TD など、ディーゼルエンジンカーが優位に立つ中、ギャンチャローズ組の007号車が、ガソリンエンジンながら4位と検討した。 ルマンシリーズではアムールイースタンヨーロッパが LMP1 クラスドライバーチームのダブルタイトルを獲得した。岡山国際サーキットで行われたアジアンルマンシリーズにも参戦。レース2で優勝を飾った。2010年も引き続きルマン24時間レースに参戦するがトラブルに泣きリザルトは6位にとどまった。セブリング12時間レースでは3位を獲得。 ルマンシリーズでは008号車が総合2位を獲得した。2011年はアメリカンルマンシリーズへ参戦、総合2位を獲得した。ルマン24時間レースは後継機アムール1が参戦したが2台ともリタイア。プライベーターのクロノスレーシングが B09-60 で参戦し、総合7位となった。ありがとうございます。